こんにちは。今日はダイエット中の方におすすめなリンゴを使った食事レシピをご紹介しようと思います。それでは早速やってみましょう。こちらのチャンネルは料理が苦手な私ルリが3ヶ月で10キロ痩せたダイエットメニューや新しいダイエットレシピを動画にしたものです。チャンネル登録して一緒に食べ痩せしませんか？リンゴは皮ごと食べるので洗います。農薬が気になる方もいるかもしれないんですけど、日本のリンゴはだいたい水洗いで農薬落ちるので、まあ大丈夫かなと思ってます。では切っていきます。リンゴは芯に対して直角になるように切ります。こんな感じですね。ちょっと1センチぐらいかな、1センチぐらい、厚さ1センチぐらいで切ります。この厚さが1センチぐらいです。くり抜くんですけど、いつもの道具です。もんじゃヘラ多分何でもスプーンとかでも取れればそれでいいと思います。あ、パカッと取れました。こういうココット耐熱容器にリンゴを入れます。そしたらオートミールを 30g 入れます。オートミール 30g、 そしたらもう一個のリンゴを上に乗せます。そしたら牛乳を、あ、まあミルク、お好きなミルクをかけます。そう、これは量は別にそんなに決まってなくて、このオートミール全体に浸かるぐらい入れてもらえれば大丈夫です。なのであんまり容器を大きくしすぎると、ミルクの量も多くなってしまうので、ちょっとちょうどいい大きさの容器を見つけてやってみてください。そしたら蓋かラップをかけて電子レンジへゴー。はい、500ワットの電子レンジで4分温めました。こんな感じです。甘さをプラスしたいのでメープルシロップをかけます。あ、入れてきちゃったはい、メープルシロップかけました。あ、でもちょうどね、このくぼみに入っていいかもしれない。そしたらシナモンかけます。もう私は好きなのでたっぷりかけちゃいます。はい、ということで完成です。という方は甘味料なしでも大丈夫だと思います。リンゴの甘みだけで十分かなと思います。ということで今日はリンゴのオートミールポリッジを作ってみました。リンゴは温めることで甘さが増すので、甘くて温かいご飯が食べたいという時にはぜひ作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあ実食。リンゴはね、若干のシャキシャキ、ブヨって感じではない。はい、こんな感じです。いただきます。あわ、リンゴのシャキシャキ感も残っていて、でも硬くないし、ちょっと柔らかい、そして甘い、シナモン、おいしい、皮もね、柔らかくなってるんで食べやすいです。